皆さん、いい家計簿の定義って分かりますか僕の考えるいい家計簿っていうのは資産が増える家計簿です。今の自分の家計簿がいい家計簿に当てはまるか、ぜひ考えながら聞いてみてください。まず一つ目、管理目的が明確。ただ集計しているだけではなくって、何をどうしたいっていう目的があります。例えば、年間100万円貯められるようにしたい。経済的自由に到達できるようにしたい。こういった管理目的ですね。二つ目、作るのに時間がかからない。家計簿というのは出来上がった数字に価値があるのであって、作成作業そのものに大きな価値はありません。皆さんの時間はタダではないので、 家計簿作成のプロセスも削減するのをおすすめしますマネーフォワードミーを使えば口座の連携をしたりすればあとは基本的に自動で家計簿が作られるぜひ IT の力活用してください3つ目改善点を人に説明できる改善点を説明できない家計簿は目的のないただの数字の羅列に過ぎない資産を増やすサイクルっていうのは集計をして改善するこれをひたすらに繰り返すプロセスなんでここが問題だった次回までに改善するっていうポイントを自分自身で見つけられることがここが非常に重要なんですねぜひ皆さん試してみてください資産が増える家計管理楽しいですよ